はい、おはようございます。改めまして、今ちょっと私ベネットさんの WR、 わかんないすげえうるせえ、うわ、くらっちゃてえな。はい、すいません、突然始まりましたが、実はこれオープニング高速走りながら撮ってたんですけど、風切り音がすごくて音声が取れなかったもんで、オープニングが終わってる間でこれはもう喋ってます。でこれニコニコオフロードを入る手前のコンビニ集合場所だったんですけどね、そこでベネットさんの WR ちょっと乗ってみるということで、ニコニコオフロードのところまで10分ぐらいなんですけど、ちょっとセローと WR 交換して私が WR に乗って、で、まあ、一番前これ見えてるのがモーリーさんですね、 CRF で、私が WR に乗って後ろにベネットさんが私のセローに乗っているっていう状態です。これ水冷、はい、水冷だっけ、どっちだっけ、もうあれだっけ、水冷のあれ、水冷だっけ、なんだっけ、なんか怖いな、人のバイクだと、うるさいこれこれね、バレル4がついてんですけど、バレル4うるさいっすね、泡がね、すげえある感じがしますね。パワーというか馬力、これ下がどうなんだろうな、トルクがね、下のトルクがどうなんですかね、絶対セローの方が回るのは分かってるんだけど、その辺がこの林道行った時に、これもギアが分かんねえわ、何速度だろう、拾ってると思いますけど、多分ね、動画ではね、これすごいいい音してると思うんですよ。ただこれ実際はね、うるさい実際は超うるせえ手冷たいわ。これ結構トルクもありますね、 WR って。ああ、そう、思ってた以上に低速のトルクもあるんですね、WRは。どうしようか、一回この辺止めようか、よいしょ、おう、よいしょ、よいしょ、はい、ニコニコオフロードこれからスタートしますんで、とりあえずここでお金入れます。はい、お願いします。はい、ニコニコオフロード2022年1月3日、今年初の、ニコニコ行きたいと思います、よいしょ、さてと、じゃあ一応私が先頭ということなんで行きますよ。はい、じゃあ行きましょう。あ、霜張ってる、霜張ってる、うわ、霜張ってるわ、霜張っとる、うわー、これいけるかな、おー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 おお、ここも結構な急斜面なんだよな、結構ね、急斜面なんですよ実はね。
映像じゃ分かんないんだよな。さてとベネットさん大丈夫かな。ここがね最初の関門だ。お、全然来たね。余裕だね、余裕だね。行きましょう。枝が今足に引っかかったんだ。うわ、滑る滑る滑る。怖いっすよ。うわ、凍ってるからね。すごいわ、ガンガン後ろから来ちゃうもんな。あー、危ない危ない危ない。 こっちだから、こっちね。ちょっと下がった方がいいよ。一番の難所だ、ここは。やっぱり、いや、あー来たよ。すげえな、ベネットさん。すごい、さすが。もう一回、今の急斜面だから。前に重心かけとかないとね、まくれる。それぐらい斜面がね急なんですよ、これ。映像じゃ分かんないんだけど、壁ですよ、もう壁。今のところなんか壁、もう目の前に壁が。ここがもう一番。でもやっぱりね、空気圧今日ね、落としてるんですよ。フロントはね、でも 0.8 ぐらい。で、リアがね、0.6 ぐらいまで下がってると思うんですよ。リアがね。だからね、この間よりもだいぶ走りやすい。で、今日ね、これ凍ってるんですよ、土が。で、滑るんだけど、その割には、あれ、骨が。焦げたか。これ
れだろうね。全然いねえな。どこでこけちゃった？姿が見えねえぞ。あら、痛くて膝が痛い。膝が痛いよ。あれ。声はする。あ、あそこにいる。あそこにいるけど、あれこけてる？立ってる？あ、やっぱ倒したんだな。でももう起きてるな。まあね。まあね、この今今日いる3人だったらさ、モーリーさんが一番この3人の中では上手ですけど、それでもね、本当にね、誰がこけてもおかしくないっていう感じですよ。ここは本当に上手いからこけないとかそういう問題じゃない。やべやべ、これ邪魔になっちゃう俺が。あれ、どうした？あ、歩いて登んな、つらい。よいしょ。いや、つらいわ。いや、もうこれで足乳酸溜まっちゃうよな。ダウン。登ろうとしたらグリップしなくて、うん、あららら。この前のボンさんの右手ってなっちゃった。俺がボンさん出て振り向いたら倒れて。ついてないのボンさんだけっすよ。またそれ言っちゃうと。よいしょ。ベネットさんの呼吸ちょっと整えます。あ、そうだね。ちょっと休憩しよう。じゃあ気を取り直してリスタート。もう急坂のね、難所はクリアしたんで、あとはこの下りだよね。下りのさ。よいしょ。ほら、これ霜だよ、霜。気をつけないと滑るかもだよ。こういうとこだよ、怖いのは。いや、これ怖いぞ。
霜だよ霜。大丈夫そうかな。ここにいるとねまた上がってきて邪魔になっちゃうんで、もう一段上に上がっといた方がいいんだけど、俺が今度こけそうなんで、よいしょよいしょ。さあここが俺のヤバいとこだよ、まくれたとこだ。あんまりパワーを急にかけないで、どうせセロは登ってってくれるんだからね。急な、あぶね、あーやっぱりやったか、やっぱりやったか。ここ鬼門だな。本当にここは鬼門だわ。行って行って行って、上まで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 。さてと、俺どうしようかなこれ。
まず足を抜くか。来た来た来た。いて。さてと。よさて、こっから、行けるか？行けねえよな。いいよ。うん。どっかちょっと下がって上がる。下がってから。こっから行けっかな。乗っちゃえば行けるよ。多分。行ける。と思う。いいよ。降りてくると登るの大変だから。俺途中止まりました大事かい。でここからなら行けんだろう多分。行けねえかな。あちょっとやべえかな。なんかセル入っても今ロー入ってんだけど、はい、一回チャレンジしますよ。どうだろう、行けるかな。うお、はい、というわけでまたやってしまいました、ね。で、まあ、最初にちょっとこうもう大体ここはね前回まくれたとこなので、もうね走り出す前からちょっとこう緊張してたんですよ。でそれはねもう前の日からねずっと考えてて、やばいなこれと思ってて、でやっぱり案の定ね冷静にと思いながら行って、まあ最初にちょっとこけたんですよ。何のことはない失速してこけたんですけど、でその後立て直してもうリスタートした直後にまた止まっちゃって、でここね結構な傾斜なんですよ。だから途中で止まっちゃうと、まあよくあるあのエンデューローのの、 あの大会なんかでよく見るはずりずり後ろに下がっちゃうみたいなことになってしまって、で実はこの後あのこうやってね、上上がったんですよ。上上がっていろいろ写真撮ったりとかして、これはあのモーリーさんがねじゃあもう一個行ってくるって一人で行ったりして、まあ、見送った動画なんですけど、もうねマイクがね、あマイクじゃないアクション感がもうヘルメットから取れちゃってブランブランになっちゃって、結局再生不能になっちゃったんですよ。いわゆるステイが 3M のね、両面テープがダメになっちゃって、っていうことで、まあ、そばを食べて、これで、解散したんです、まあ、これがねこれ、ダレンさんに続きましたということで、まあ、今回の動画は、エンディングも撮れずに、まあ、これで終わってしまったので、まあ、ちょっとアフレコでね、受けてるんですけども、ということで、年始めの一発目の、まあ、初オフ始めが、まあいいや、ということでね、やっぱりこけましたっていうね、やっぱりこけたかっていう感じでした。さすがにね、もう今年還暦だからってことじゃないですけど、対応ができない、それから反射神経の整えもろもろありまして、なかなかにねここのコースをスムーズに走れるんだったらすごく上達するんだろうなって思いながらもね、なかなかちょっと辛いですね。この練習になるならないという以前のこの体力の問題っていうのがねあるような気がします。はい、と言いながらまた行くんでしょうけども、とりあえず、私の初オフロードはこんな感じで、終わります。
ました。まあ、最初にね、ちょっと土がついたのは帰ってよかったなと思います。怪我もなく、故障もせずに帰ってきましたので、まあ、大丈夫です。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。